プリッとしたお尻になりたい方は今回のエクササイズがおすすめです。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、たったの10回小尻になりたい方におすすめなフロッグヒップリフトというのを紹介します。最大のメリットとしては、ピンポイントでお尻に効かすことができますので、ヒップアップができます。スクワットと違って負荷が軽いですから、小尻になりたい方にはおすすめです。メリットとしては、簡単に行うことができます。お尻にピンポイントで効かすことができます。股関節のストレッチができます。内転筋にしっかり効かすことができますので、足痩せしたい方にもおすすめです。デメリットとしては、足首に少し負荷がかかりますから、足首を痛める場合がありますので気をつけてください。股関節が硬い方はですね、足が広がりませんから、もしかするとお尻よりもハムストリングに効く場合があります。大臀筋が弱い方はですね、もしかするとお尻が持ち上がらなければ、今回のエクササイズができませんから、そういったデメリットがあります。ではやり方を説明します。はい、まずですね、通常のヒップリフトというと、足は肩幅で手をついてお尻を浮かせて、肩から膝までをまっすぐキープする、このようなエクササイズです。このヒップリフトの場合はですね、お尻よりもハムストリングに結構効いてます。で、今回はフロッグヒップリフトといって、足はですね、足の裏を合わせてカエル足です。できるだけ股関節を広げてですね、ペタッと足をつけて、これでできるだけ足が閉じないようにしっかり開いたまま体を浮かせます。こういう感じです。そうすると内転筋と大臀筋、お尻のいわゆる上ですよね、腰の下にあるところ、そこにしっかりピンポイントで効かせれます。もし上げた時に足がね、このように閉じてしまう場合は、もちろん高く上がるんですけども、お尻のね、上の部分よりも付け根の方に効いてしまいます。ですので今回はできるだけ開いて、あんまりお尻が上がってしまうと閉じてるので、できるだけしっかり開いて、これぐらい、少ししか浮いてないです。しっかり開けば少ししか浮きません。閉じれば閉じるほど上がっていきます。ですので、この上がってる幅、浮いてる高さをしっかり上げすぎないように意識して、その分開いてください。これを3秒キープしたら下ろします。それを10回一緒に行っていきましょう。しっかり開きます。で、お尻の穴をしっかり締めて、とにかく股関節を開けばですね、効きます。では一緒に行きましょう。行きます。1、2、3、4、2、3、5、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、ラスト。はい、お疲れ様でした。どうですか、ピンポイントにお尻に効いてるでしょうか。お尻のね、この上の部分、そこにね、しっかりピンポイントで効いております。もちろんスクワットと違って負荷が少ないですから、すごいね、お尻に効いたっていう感じはないかもしれませんけども、ピンポイントで効かすことができてますので、もうお尻をね、プリッとさせたい、ヒップアップさせたい、お尻が垂れてる、そんな方にはね、おすすめなフロッグヒップリフトです。おさらいなんですけども、最大のメリットとしては、ピンポイントでお尻の上の部分、大臀筋に効かすことができます。で、負荷が軽いので、お尻が大きくなりにくいので、小尻のプリッとした可愛いヒップを手に入れることができます。まあ、簡単にね、行えて、お尻ピンポイント、足しっかり広げますから、ちょっと股関節がね、痛む方も多いかもしれません。それはストレッチできてる証拠です。内転筋にもしっかり効いてます。もちろん足をもう少し閉じればですね、内転筋に効いてるので、体のね、硬い方、股関節硬い方はもしかすると、お尻に効いたっていうよりも、もしかしたら内転筋の方に効いていることがあるかもしれません。まあ、デメリットとしてはね、足首を倒して、足の裏合わせて持ち上げますから、足首がもしかしたらちょっと痛いかなっていうところがあります。股関節硬いとね、足はあんま広がりませんから、
まあ、普通のヒップリフトみたいに両足ね床につけてやる分よりももちろんお尻にね効いてるとは思いますけども、もしかするとハムストリングに効いてる場合があるかもしれません。大臀筋がね力ないとお尻締めれないとですね体が持ち上がりませんから、しっかりお尻をねキュッと締めてお尻に力を入れてやることができれば今回のエクササイズができてると思います。ということで今回はお尻にピンポイントに効くフロッグヒップリフトの紹介でした。頑張った方、勉強になった方、よかったらグッドボタンとコメントよろしくお願いします。 SNS されてる方はもういっぱいシェアしてください。よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。